こんにちは、AV 関西の安藤です。今回はトヨタ70ランドクルーザーですね、セキュリティの施工しましたので、紹介したいと思います。このお車ですけれども、1回再販されてまた再販ということを繰り返して、やっぱりその分人気がある車種なので、盗難対策は必須かなと思いますね。重要なのはそのお車に合わせたシステムだったりプランですね、そちらの方を進めていくっていうのが重要かなと思いますので紹介したいと思います。今回取り付けたセキュリティはゴルゴの ZV2 になります。それだけでまあ十分なんですけども、なぜそれだけなのかっていうと、まあこの車見ての通りスマートキーないんですよね。だから通常だとキーレスリモコンだけで、まあ開け閉めするんですけども、まあゴルゴの方で、キーレス機能ついてますので、純正キーレスはもうご自宅に保管していただいて、まあゴルゴの方で、まあ、ロックアンロック、まあ、それに伴ってセキュリティもオンオフという形で持ち歩くのがベストかなと思います。鍵ですけども、右のメカニカルキーと真ん中の純正キーです。左のセキュリティのリモコンですね。やっぱりこれ3つとも持つっていうのはちょっとかさばるので、真ん中の純正キーレスはもう省いて、右のメカニカルキーと左の液晶リモコンの方だけで十分かなと思います。では使い方ですね、やっていきたいと思います。まずこの液晶リモコンの横にずらっとボタン並んでますけども、上から2番目ですね、これ一度押していただくと表示出ますので、もう一度押していただくとセキュリティかかります。で同時にロックもしてますので、でインジケーターはこの使ってないスイッチ、ここに設置してます。セキュリティと同時にですね、おすすめしているオプションというのはやっぱりこのスキャナーですね。こちら遠くから見てもセキュリティついてるなって分かりますので、威嚇効果は結構ありますのでおすすめです。で解除の方は一番上のボタン、これを押していただくとまた表示出ますので、これで鍵も開いて、解除になってます。通常だとですね、セキュリティと併用で純正キーレスと連動させたりするんですけども、この車スマートキーないお車なので、まあ、キーレスと連動させるよりもゴルゴのリモコン単体で操作していただくタイプの方が、まあ、コストも抑えられて十分かなと思いますね。今回は、こちらの70ランドクルーザーにですね、セキュリティの施工の障害動画となります。ご視聴ありがとうございました。